皆さんこんにちは。日本棋院の石倉です。この第6巻では味を残す打ち方というテーマでお話してまいります。聞き手は日本棋院の原幸子さんです。原幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。先生、味を残す打ち方ということですが、はい、味と言いますと一体どういうことなんでしょうか。そうですね、なかなか難しいんですけどね、一言で言うのは、後に狙いを残すと、そういった意味で考えていただければよろしいかと思います。はい、でも言葉で言ってもね、なかなか分かりにくいですので、初めに、実践でよくできる形を題材にしてこの味についてね、お話ししようと思うんですが、今、ここで白が星に対してかかって黒がここへ挟んだという場面です。はい、でこういう時は白は三々に入りますよね。あ、多いですよね。はい、三々に入ってこの場合はこちらを地にしたいので、はい、こちら側を押さえて、張って、これはここに白石がある時には羽ではなくて伸びがいい手です。はい、そして手順が大事ですがね、羽継ぎを打って、そして3つ並んだので1つ間を空けると、これは定石で、皆さんもよくご存知で、実践で打たれていると思いますが、さてね、こうなった時にこういう方が多いんです。すぐにとりあえずこう出てみようと。あ、はい。でまたとりあえず押してみよう。はい。で白伸びますよね。これだけ打って何かこう得をしたような気持ちになってらっしゃる方っていうのは多いようなんです。あ、先手で打てたという意識が出てしまうんですね。そうですね。でもそれからここへ戻ることになるんですけれども、はい、さてここへ出てここへ押した手というのは得になっているでしょうか。どうなんでしょうか。字を減らしたようにも見えますけれども、これはいつ打っても打ってますよね、これは。そうです ね。それからね、はい、実はねこの交換はしない方がいいんです。黙ってここへ打っている方が、はい、後の狙い、これは味と言いますかね、味がいろいろこの白石に対して残るんです。出てしまうと押さえということなんですけれどもね、今の出て押す以外に、例えばですね、こちらの方にこう石が来る場合、はい、こういうところにこう打つのも有力なんですね、この後でね。はい、これは先ほどの出があるのとどう違ってくるんでしょうか。こう白は何か出るでしょうね。でこちらの方へこう開くというのもね、はい、有力な狙いになるんです。しかし先ほどのようにこういう押しを打ってしまうと、あ、今度随分感じが違いますね。ちょっとねここへ入りにくくなる、はい、それからこうなってこうなった後でもですね、はい、この出を、先ほどは打ちましたけれども、この出がなければこんな狙いもあるんです。こうではなくてこうここへ、ね、はい、置くのがね面白い。これはつぐしかないですよね。そうすると当たってしまって、これは随分白がこう来てもて、ね、これはぴったり取れていますよね。はい、ということは随分潜り込んで、そうなんです ね。白地を減らしています。はい、こう打ってこうなるんですけれども、白が生きるためにはもう一手ここへ打たないと目がないと、生き死にの心配までしなければならなくなる。ところが、この出と押さえが打ってあるとそんなうまい手はありませんよね。はい、これせいぜいこう打ってこうなるぐらいのものですから、はい、もっと厳しい狙いが残っていたのに、それをこの出たことによって消してしまったと。さっきの場面では気がつきづらいですが、こうなってみると、いろんな手があるんですね。ですからこういう場面でね、いきなりこう出てしまうと、はい、後の狙いを一つ減らしてしまったということになるんです。はい、そういう打ち方を味消しですか。そうですね、味消しといってね、あまり良くない打ち方とされるんです。だからここへ打っておいて後に、こう打つことになるかもしれませんけれどね、場合によってはこちらからの狙いを残す、はい、またどこかで大きなコウが起こったとき、コウ立てでも使えるんですね。コウ立てにもこれは使えますから、慌てて打たない方がいいと、はい、いうことなんですね。得してないんですね。そうですね。はい、今度はこんな局面です。はい、黒が今ここへ割り打ちしました。これはねアマチュアの一級同士の碁なんですけどね、ここまではもうプロみたいにね、普通よくありそうな布石ですよね。そしてこうなって、
かって。でこれが二間開きですからコスミつけて、はい、まあ、この根拠を奪いながら、まあ、攻めようという体勢です。はい、でここでですね、黒はこういうことを打ったんですね。あ、跳ねて、これは根拠を持とうとしてるんでしょうか。なんとか跳ねて当てて、こう利かしたという気持ちになってるんですね。はい、少し地を減らして飛んだと、はい、こういう進行になったんですけれども、これはこれとこれの交換ですが、そうですね、これもね、先ほどお話したのと同じように味消しという悪い打ち方なんです。あ、やはりこれも味消しなんですか。つい得をしたように見えるんですけれどね、この隅には、まあこれ、あの皆さんもよくご存知のように、この三々がに入る ね狙いが残っているところなんですね。はい、それをこう打ってしまったために、この隅の三々の狙いを消してしまったと、はい、いうことになる。まあ、そこでまあ白がこちらへ打つということになりますと、白はここもここも大きい地を作るということになるんです。ですからこういった打たないで黙ってここへ一間に飛ぶのがこの場合は良かったんですね。あ、なんかあの白からこう打たれると大きくなるような気がするんですけど、まあ、それ大きくなりますが、それ後手ですからね、はい、打ってかかりますから、はい、そしたらまあこの後手はここへ三々に入って、あ、まあ、こうですか、はい、押さえればこうですね、こういう大きいところへ回ることができる、はい、また、白が、まあ、白はこちらでしょうけどね、はい、こちらへ来れば今度はこの羽ではなくてもっと厳しくこの三々まで入る手が狙えるわけです。このコスミツケと伸びだけではね、三々に入って、まあ、仮に押さえてくればこう打って、まあ、こうですか、はい、これは先ほどの跳ねて押さえて当ててつないだのに比べますと一本余計に張ってまだ寄せが効きそうですね。随分これだけでね、字が違うんです。はい、多分これ五目じゃ効かないですよ。あ、そうですか。七八目黒がこの方が得になるんです。じゃあ先手で跳ねて当てたようでもかえって損してるんですね。そうなんですね。まあ、もし白が、まあ、こちらへ来れば今度はこう覗いてですね、はい、まあ、こう這う手もありますし、こう擦む手もありますし、いずれにしても中で大きく生きる手が残るということでね、あのこれもつい、まあ、打ってしまうんですね。手がこう自然にこう行ってしまうというね、ケースが多いんですが、手がこういうとこ行きそうになったら、うん、これは味消しだぞと、ちょっと我慢してみるってことでしょうか。そうですね、そういう感じがしてくるとね、うん、味消しを打たなくなって、いい碁が打てるようになるんですね。はい、こういう手は打たないで黙って飛びがいい手なんですね。はい、今度もアマチュアの方のね、実戦なんですけれども、はい、ここへ、まあ、かかりまして白がこう受けました。はい、でこれまあ黒がこうつけたんですね。この手はいい手なんですよ。はい、あ、よくあの見かける定石でこういうのがありますよね。普通はそうなってね、こう引いてかけついで開き、こういうことになりますが、はい、どうもここへつけるとね、跳ね出されるのが怖いと、あ、こういう方が多いんです。でこの碁もここへ白がこう跳ね出したんですけどね、はい、こんな手はあるんでしょうか。これは定石にない手でね、無理な手なんですが、こうきて、あ、はい、このようになったんです。こう初めて打たれるとびっくりしますよね。力自慢の方はよくこういうね、打ち方をすることがあります。でここで黒の番なんですけどね、はい、黒はここでどう打ったらいいかというのがテーマなんですが、こう切って一目取る手をよく見かけるんですけども、そうですね、これもね、この碁もですね、これアマチュア初段の方の碁なんですけども、まあ、初段ぐらいの方大抵ここへ切るんですね。はい、で切ると当たりですから逃げます。はい、でここでとりあえずこう安心するんですね。そうですね、これが取れるからということなんですが、これだとここへ飛び出されて、はい、まあ、押せば伸びてですね、この黒の三子がまあ浮きますよね。そうですね、でこれは黒があまりいいとも言えないですね。そうですね、もともと白がやや無理な手を打ってきたんですから、はい、黒の方が有利になるはずです。じゃあ咎めれなかったということですね。そうなんです、ちょっと戻しましょうね。
なんか自然に打ったんですけど、そうそう、つい当てたくなる。はい、ここであの先ほどの味という話になるんですね。味を残す、はい、ね、でここは当てる場所がまあこことここと2通りあるんです。あ、はい、上から当てる打ち方もあるんですか。打つ狙いもまあ残ってるわけですね、これもこれも両方残っていますのでね、はい、ここで黒のいい手はこれ曲がるんです。あ、どちらも打たずに黙って打つのがいいですか。これが非常に味を残したね、はい、まあ、味わいの深い一手なんですね。でこうなりますとね、まあ、白がもしここへつないでくれば、はい、これもこうとかこうとか、まあ、打てばですね、これはなんか全然白やってないような、これで取れますからね、これ取れれば黒がいいです、はい、で先ほどと同じようにここへ曲がった時に そちらへ飛んでくるということが考えられますが、はい、ここで間違えたら元戻っちゃうんですね。ここでこう切ったら伸びられて、これはさっきと同じ形ですね。これ戻ってしまいますがね、今度はですね、黒石がここにあります。ここにありますとね、今度上から当てて、あ、これで上から当てるんですね、はい、はい、でこう打ちますと白は1手2手、黒の方は 1,2,3 手ですから黒が勝ってるんですね。取れるんですね、はい、でこういう手はね、知らないとなかなか打てないかもしれないんですけれども、当てる場所がこう2箇所あるという時にね、はい、そこを当てたい気持ちあると思いますけれども、我慢して黙って曲がると、でも味を残す打ち方、はい、随分簡単なところで味を残す打ち方っていろいろあるんですね。そうですね、随分あの実践にできやすい形で、はい、こういういい点がありますのでね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それではこれから実践にできやすい形を集めて詳しく解説してまいりましょう。今こういう局面で、これもアマチュアの初段の方の碁なんですけれどね、はい、いきなりこんなところに入ってきました。あ、はい、早速という感じがしますが、まあ、あまりいい手とは思えませんけどね、まあ、こちらへこうかかる方が普通でしょうけれども、そうですか、まあ、ここへ打ってきて、はい、で黒はこちらが模様になりそうですから、はい、ここが三連星があるときにはまず三三に対しては三連星のある側から押さえると、あ、まあ、これはほとんどもう 99% も 100% 近くそうですね。あ、そうですか、はい、はい、でここへ白が張ってきました、はい、そうです ね、はい、これ定石ですから、ええ、何もこちらの方にないときには押さえが定石になって、で普通の定石はここへ跳ねて、はい、伸びる、伸びてでしょうか、張って、ええ、まあ、これが定石ですよね、三々入りの定石です。はい、しかしこの初段の方の、アマチュア初段の方の実戦ではこれ切ってきたと。あ、怖いですね、やはりこの辺の白をバックに戦ってみたいっていう、なかなかそうですね、まあ、力に自信のある方の手なんですが、さてここで、はい、黒はこの白の切り、これはやや無理な手なんですけどね、はい、どう応じたらいいかと、いうことなんですが、ちょっと慌ててしまうんですが、ちょっとこの黒を助けに行くとどうでしょうか。こういうとこを切られますと、ついこう当てたくなるというのがね、はい、それがまあ自然の気持ちかもしれない、ね、2手続けて取れれば一番いいから、とりあえず当ててみようと。そうですね、こういう手を打ちますと必ず相手は逃げてくる、はい、で逃げられた後にここに断点が残りますね、でここをつながなきゃならないわけです、はい、そうすると今度ここを跳ねられてこの2目を攻められてくると、ちょっと苦しそうな、これ押さえられませんからね、押さえると切られますから、こう打たなきゃならないけど、ちょっと形も悪いですし、はい、またこう這われて伸びですか、はい、ね、これはまあこちらへ曲がってくるかな、あるいはここ飛んでくるとか、弱い石が2つできます。で白はこれさえ逃げてしまえば隅の白も十分なスペースを持ってますのでね、はい、でここに開いてある白石も働いてくるということで、これは黒失敗なんです。はい。で、まあ、今度こちら当てたんですが、ここから当てる方が筋がいいでしょうか。それもあまりいいとは言えないんですね。今度はこう伸びられましてね。はい、こうなるとこの一目が、まあ、それからまあ逃げたとしてもですね、今度こう跳ねられて、まあ、跳ねればこう伸びになりましてね、この石が危ない。多分こう取られそう。はい、
ね、あ、じゃあ両側当てはダメなんですね。そうなんです。でこういう場合はですね、この切りですね、切りといってもこの切りは、はい、片切りという切りなんですね。 あ、まあ、あまり使われない言葉ですけれども、つまりこことここがちょうどこう肩のところですね、肩の形になってます。肩のところをこう切られてる。逆にこうつなぐときに肩継ぎということを言いますけれども、はい、肩をこう切られたとき、肩切りを打たれたときに当てると大抵悪い結果になるんです。あ、これはあのここだけじゃなくて他の形でもやっぱり肩切りは当ててはいけないんですか。まあ、当てない方がいいケースが多いんですね、はい、でこういうときには黙って伸びる。先ほどはこう当てを打ってそれからつなぎましたが、はい、そうするとこの石が弱くなりました、もし黙って伸びますと、これでも白がこれを逃げるためには、はい、こうやるんでしょうか。そういう手になりますよね、そこで黒はここへは打たないでしょう。あ、そうですね、先ほどなるとここに打ったことになってしまうんですね。そうなんです。でこう打った時に黒弱いのはこちらの方ですよね、はい、でこの石をまあ動いていくと、でこの場合ですとここへ跳ねる手が一番いい手になりまして、はい、今度は跳ね継ぎとやりますと白の方が危なそうですね。もうちょっと動いてみましょうか。どうでしょうか、はい、そこへ跳ねても、つまりこれは白三々に入ったんですけれども、途中でこう生きる手を打たずにね、こちらの方へ打ってきたわけですから、はい、その分この隅の白石が窮屈になってるわけです、でここでは目がたちの急所へこうポンと置きました。はい、まあ、つなぎますか。まあ、どうするんでしょうか。こうですかね、はい、それでここへ跳ねて、はい、ここに打つと、こちらへ来られちゃいますね、これも目がないです、目がないですね。でこちらへ打つと今度はここへ打って、はい、これも、まあ、こんなことやりましても、これ手数がだいぶ足りませんね、はい、まあ、すぐにこう打てばあと1手2手、黒の方は外側が 1,2,3,4 手もありますから、はい、まあ、2手も黒が勝っていると、ということで、白は全滅してしまうと。白は無理だったんですね。そうですね、ここの伸びた手でじゃあこちらを何かしなきゃいけないということでしょうか。そういうことなんですね。ですからあのここへ切ったのはね、やや無理な手で、こう伸びられてみると、白からそんなにうまい手はない、こう逃げている暇はないんですね。これ取られてしまいます、はい、そこで結局白はこう打つことになる、はい、でまあ、ここでもね恐れちゃいけませんよ。こう押さえていいんですよ。あのつい緩め、切ってくる手はないですからね、これね、あのちょっと怖い、怖がるんですねこういうとこね。そうですね、できても逃げた時にこの石が当たりになりますから、こうなってこういうのはこう来てもこの石がこうポンと取れますからね、はい、これはもう心配いりませんから、とりあえず押さえて、で押さえて、そして、白がつなぎになって、はい、でここへ駆けついておくと、はい、でこれでまだ、この白は生きていません。あ、黒に跳ねられるとね、じゃあこちら例えば逃げる、逃げると、まあ、ここへこう跳ね継ぎを打たれると、まあ、この石はまだね、はい、こう打てばこうですし、こうですし、こう打てばここへ置いて、こう打たれると目がなくなってしまう、はい、ですから、白はですね、ここへ黒が守った時にこちらへ、まあ、跳ね継ぎを打って、でこれでようやく生きなんです、はい、でそれが生きた時に黒は、まあ、この場合こうやる主張がちょうど白がここにありましてね、取れませんのでこれで取れてます。あ、はい、これは出てきてもこの掛け継ぎが働いてまして、出てきてもちょうどこれはもう出ても当たりですね、ちょうどねこれで取れると、はい、いうことでぴったり取れてます。でこの形はですね、普通の定石というのはこういう形になるのが、まあ、ごく普通の定石ですよね、はい、これに比べますと白にここへ押さえられてここへつながされてしまった。そうですね、白の字が小さくなって黒がぴったりしています、はい、さらにここへ切って下駄で取られたんですね。つまり二重の意味で、まあ、白は損している、はい、ですからこう切った時に横へ伸びていればなかなかでもね、この手が打てなくて、大きな損をしてしまうと
いうケースもありますのでね、はい、片切りは当てるべからずというのを覚えていただくといいですね。今度はこんな局面です。はい、3連星から黒が大模様を、ね、作ろうとしているところですね。ここで白がここへかかりました。はい、で攻めていったそうですね。こういう時はコスミつけて一間というのが、まあ、よく使われる一番いい手ですね。はい、で白がここへ一間に打つというのも、まあ、これもよく打たれる手ですね。はい、でまた凝らせようということで、あそうですね、ええ、これはなかなか厳しい手で、普通は鉄柱といってね、ここへ下がるんです、はい、まあ、いずれにしても白にここへ滑られるとこの白が安定しますので、まあ、この白の根拠を奪おうという意味で打つ手なんですけどね、まあ、これもね厳しい手なんです。でこれだと、まあ部分的にはこう伸びるのがね、はい、コスミツケだから伸びるのが自然の手ですけれども、はい、それだとまた失礼こうなりまして、まあ死ぬことはないんですけれども、なんとなくこう随分凝った形がそうですね、よく二立三析って言いますでしょ、はい、二つ立ったら三つ開きなさい、はい、三間開きしなさいと、両方がこう二つ立ってるのに一つしか開いてないんです ね、まあこういうの将来こう打てば生きてますけどね、でもそれは辛いと、はい、いうことでこのコスミツケに対してどう打ったらいいか、伸びるって意外、そうですね、伸びないってね、ということですが、こういうとこでねちょっと働かせて、あ、はい、これがいい手なんです。でちょっとねこの辺が、まあ、不安はあるんですが、まあ、黒が穏やかに打てばこうなりますね、はい、こう打てば白が跳ねて、こうですか、でここへ伸び、はい、はい、それでこういうことになればですね、これはどうなんでしょうか。これはまあ互角ですね。黒もこちらが固まって満足ですけれども、白もですね、このコスミツケに対して単に伸びるのに比べるとかなりここがふっくらとゆとりのある形になって、はい、頭が出ている、まあ、これなら白も十分なさばきということが言えます。あ、これはじゃあ相場ということですね。そうですね、はい、それで先ほどちょっとこの辺に味がっておっしゃったんですが、こうやっていくっていうことでしょうか。そうなんです、少しここが薄いんですね、はい、まあ、こうやってればもう絶対連絡してますが、こう打って頑張っただけにここが薄いと。で、まあ、引いてればまあつながるんですけれどもね、なんとなく弱気の手ですから、はい、これに対してこう押さえてみようと。あ、はい、で、切るような強行手段はないんでしょうか。そうそう、まあ、これがね、はい、この形の、まあ、大事なポイントなんです。ここへ切られました。これも先ほどの片切りというね、あ、そうですね、形になりますがね、これをねこう切られますと、まずこうこうとかこうとか当てることを考えてしまいがちですが、はい、当てはどうしていけないんでしょうか。まあ、そちらから当てるとこれ当てても取れないですもんね。そうですね、打たれて当てて取れればいいんですよ、はい、必ず逃げてきます。でまたこう押していきますと、この一目がこう飲み込まれて大きな黒字がこちらにできてしまう、はい、でこうなると黒の切った手が成功ということになってね、ここまでいったけれども大きく飲み込まれてかえって損してしまいましたね。そうなんですね、白はどこが、今こちらから当てたんですが、よくこう当てて、まあ、それもねそれ激しい手なんですがね、こう伸びられて、はい、なんかいやそれはあこうねすごい強硬な手ですけれどね、これどんどん出られてね、はい、なんか一見こう白がさばけそうには見えるんですが、うん、上の黒に響いてきたように、まあ多少響きますがね、あそんなことやりますか、まあ、この辺破れますが、まあ、こう受けられてね、はい、またこうやればこう伸びと、はい、まあ、確かにここ破りましたけれども、今度はこの3子がほとんど大きいですね、立ち枯れのような形になってしまうと。ということでね、まあ、これもさばいたようでそのまだまだちょっと目も心配でしょうか。そうなんですね、存外白がうまくいってない感じがするんですね。そこでですね、はい、このようにこう片切りをのとこですね、こういう場所を打たれた時には当ててもいい結果にならないことが多いんです、
はい、でそういう場合には先ほどの話だとこう伸びがいいと、ということに なりそうですがね、伸びで良ければ、部分的な形としてはこれいいんですが、はい、これはこう打たれて、まあ伸びるか、あ伸びですか、伸びでもまあこう打たれてね、これが閉じ込められてですね、まあ、これがまあなんとか生きた時にはこの3子が攻められると、いうことでね、はい、なかなかねこれの対応がまあ難しいところなんですが、あこれ対策がないとかけるって打てないわけですから、なんとかしなきゃいけないですね。そうそう、しかしここで対策があるんです。それは当てではなくて、これもですね、この味を残して、はい、ここへ覗くというのがもううまい手なんです。はい、でまあそこをつなげばね、これを一つ先に打ってありますと、今度はこちらから当てて、あ逃げてもこれでですね、ちょうどこの覗きがピタリと、これ先ほど後から打つとこう逃げられてしまったんですよね。初めにこれ打っておきましたから、これでピッタリ取れると、はい、うまく利きを使ったということでしょうか。そうですね、これがあの、まあ、手筋なんですけれどもね、すぐに当てないでこれから打つと、はい、その覗きは受けないっていう可能性ありますか。そうそう、まあ、受けないでこちらへ来るということも考えられますが、そうするとさすがにこれは厳しいんです。ああ、ね、でここへ断点が2つになります。はい、でここへ切りまして、そしてこう下がります。まあ、二目にして捨てよという格言がありますが、はい、二目にしまして、そうきたらこちらでしょうか。まあこの当ても打っておきましょうね。はい、こうあ失礼しました、はい、この2目は捨てるんです、捨ててここへ切って、でこの当ても打ちまして、はい、これだけ利かしてこう抱えますと、これがちょうどまたこちら、ね、主張がいいね、白がありますから主張がいいと、ここでピタリとこう取れるわけなんですね。あこうやってみると随分ここ黒が薄く感じて、そうですね、まあ、あのこちらに黒の三連星があるときには、はい、まあ、必ず白こちらにありますからね。あ主張はほとんど心配ないんですね。まあ、あのでも早い時期にもう一手かけて抜いておく方がいいですけれども、はい、まあ、いずれにしてもこの黒の一番大きいところで大きい模様の中でこれだけ荒らせば、ね、もう十分の成果が上がったと、はい、いうことになるんです。でなお一つもう一つだけ変化をやりますと、ここへのぞいて、まあ、伸びた時に出て、でこの時に、まあ、今の変化を嫌って こちらへこうつないでくればですね、あ隅の攻め合いですけども、はい、これはですね、まあ、こう打ってこれをこう当たりとこうやりまして、はい、でこうやりますと、あ詰め、まあ押さえたとしますと、でいくんですか、当たり、はい、これはもう取られですから ね、これはもう黒がひどいことになりますから、はい、ここはつなぐことができないので黒はこの手で押さえることに、はい、そうすれば締め付けが効くわけですね、うん、この覗きはまあぜひ覚えていただきたい手筋なんですね。今度はこんな局面なんですね。小目から締まり、そしてこちらが小目というね、はい、よくある布石ですね。ここで白が小ゲイマがかりをして黒が三間に挟んできたと、まあはい、これもこちらからの開きと挟みを兼ねた、ね、絶好点ですよね。で、まあ、こういう時、まあ、白としてはいろいろな打ち方がありますが、はい、ここへねかけるというのはねなかなか面白い、あそうなんですか、なの私はよく愛用してるんですがね。そうなんですか、まあ、張ってくれば、これこう伸びまして、はい、でまあそう飛びですね。でまあこれでまあ黒を這わせまして、まあこれ黒もね、一つ張って飛ぶということでここはつながってはいるんです、しかしねここでこう白をこうつけて、あ、はい、ね、こう打つとこの手は何のために打ったかと言いますと、断点が2つできます。これとこれ打っておきますと、ここへこう切る手が。あ、これちょっと困ってしまうんですね。そう打つとここへこう打って。はい。この2目がね、ちょうどこれが効いてるんですね。ぴったり取れるというわけなんですね。はい、これを
あ、すみません。後からこう打ったのでは、ここまで打ってからこう打ったのでは、こう取られてしまいますからね。あ、そうですね。先に打って、もしこう打ったら、出て、ここを切る、はい、ということですね。で、また切った時にこう繋いでくれば、これをシチョウで取れば、もう白が厚くていいでしょう。はい。まあ、ですから、黒としては、まあ、こうつけた時にはね、まあ、繋いでおけば硬いんです。あ、羽が無理だったんですね。まあ、繋いで、こう繋いで、で、二間開き。はい、これはあのなんとなくこう隅に潜り込んで白も安心する形ですね。そうですね、まあ、これで互角ですけれども、はい、まあ、白もとりあえず黒の強いところでね、まあ、収まったということに満足するわけです、はい。で、まあ、ですからこの賭けね、なかなか有力な、ね、手段ではあるんですが、ところでここっていうのはあのできる手はないんでしょうか。そうですね、この賭けを打つときには出て切ってくる手の対策がないと打てないんですね。そうですね。それをあのテーマにこれからお話ししようと思うんです。はい、では、はい、手を打って、はい、どうしたらいいんでしょうか。そうですね、またこの切りが出てきましたね。はい、で、肩切りという切りですね、これもね。あ、肩、この肩のところを切ってる、はい、こういう切りは肩切りじゃないですね。こういう切りだとこう主張で取れるんですけど、はい、こういう切りは、うん、先ほどからお話してますように当ててはいけない。そう、むやみに当てると、例えばこう当てると伸びられてここに断点ができてしまう、はい、でこれつなぐと今度はまあこちらの方へ来る。あ、ね、右辺が危ない。この石が弱くなってしまいますね、当てるということはとりあえずは気持ちがいいんだけれども、その後手が戻ってしまう手なんです、はい。じゃあ逆にこちらはまたそちらから当てた方が、ね、いいんですけどね。まあ、そうするとこれはまあほとんど動けない、はい、で動けなくてもこちらの黒に何か影響が出てくればそれでいいんですけれども、うまい手ありますか。ちょっと黒が離れてますよね。そうですね、そこへまあ駆け継ぐぐらいのことですけれども、これではこの黒に対してあまりこう厳しい手がありませんのでね、こう取られていて、はい、こちらは取られたけどこちらはなかなか取れないで、例えばこんな手ならこう打たれてね、そうですね、なんか一方的に白が苦しそうな気がしますね。そうですね、黒の楽な進行になってしまう、はい、ということでこの三間バサミの場合出て切られましたら当てないで、はい、ここへ伸びて戦うんです。あ、はい、これも当てるべからずで、こう伸びることによって今度はこちらから当ててシチョウに取る手を、まあ、狙えるんですね。でもこういうふうに切り違えになるとこう後の形知らないとちょっとどうなるか不安なんですが、そうですね、はい、で黒もこういうところはこう伸びるのが良さそうですね、はい、これでお互いにこう風車のような、ね、そう風車ですね、でお互いに一番いい打ち方なんですね、はい、できるとこうなりそうなんです、うん、ただあのこの場合はですね、黒のハサミが三間バサミ、はい、緩やかなんですね、はい、ですから白もかなりこの2子はゆとりがあります。あ、はい、でまずこう打ちましてここに根拠を作ると、で黒も逃げますよね。そうですね、逃げる。で、なんかどっちがこう強いんだかわからないんですけども、こういう時には、戦いになりましたらね、はい、弱気になった方が不利になります。あ、はい、大事なことですよ。これ石数同じですからね。そうですね。自分だけここで小さく生きようなんてすると黒が威張ってしまう。あ、でこう来たら、そうですね、こちらから打ってこの黒をこうここでね、閉じ込めるように持っていく。はい、と黒は何かこんなことして、はい、まあ、これこう打つとこれつけられて、これは無理、この1目取られてしまいますからね、はい、このつけに対しては白は引きになる。で、まあ、一つこう灰は打っといた方がいいです。でこうなってここへ引き、黒もこうやって引きですね、まあ、これはあのかなり、スペースが広いですから、まあ、十分生きられそうです、はい、しかしまあ、ここでですね、白はこれとこれの間がかなり空いてますからね、はい、この辺にあるとちょっと嫌なんですけどね、こうなってますのでこれこう打ちますとね、はい、これ段違いなんです。だからこうしてきても、あ、これは伸びて狭間ですね。こういうところこうどんどん来てくれればありがたいですから、ここは黒としても、うまく閉じ込めることはできない。はい、この戦いはどうなんでしょうか。どうでしょうね。黒はまあこんなもんになりましてね、はい、こういうふうに打って
次にこうかけて封鎖しようという手なんですけど、ですからかけられる場所にそこへ進むということで中央へ出ていくんです、はい、でまあこれで、中央の戦いですが、何かこの黒もねあまり威張れた石でまたこうかけていく狙いがありますし、はい、それからまあこの黒も逃げていく方向が真っ白ですから、あということは白の方が楽しみが多い、そうですね、ここに得た黒の字も大したことありませんしね、はい、どちらかというと白の方がこう楽しみじゃないかな、まあもともと黒があったところにこうかかっていった割には白がね、まあ、あまり苦しくなっていないと、はい、ということでこの戦いは白がやれる戦いなんです。ですからこの三間バサミですね、のこの出切りにはこう伸びていてね、はい、十分いい結果が出るというわけなんですね、はい、今度はこの二間高バサミですね、はい、小毛山がかり二間高バサミという場合です。まあこういう時には、はい、まあ普通はこうこすんでですね、こすんでこう滑ると、はい、まあ、これが定石になっていましてね、ええ、まあ、これは皆さんもよくお家になると思いますが、この場合でもですね、このかける手っていうのがあるんですね、はい、なかなかこれも有力で面白い手段ですからね、覚えておかれるといいと思うんです。で、まあ、張ってくればこれ先ほどと同じようなことになりますね。またここへつけて、はい、で、先ほどこうでした、はい、つなげばつないで開きと、まあ、そんなことになるんですね、はい、まあ、それからこちらへこう挟んでいくということになりますが、先ほどよりもこう一路狭くて高いわけですけども、これで出切ってくる時の差っていうのはあるんでしょうか。そうですね、今度は黒としてもですね、はい、出て切りたいんです、はい、先ほどの場合この三間でしたからちょっと遠いですよね。三間だとまあこちらへ這う方がまあ普通、まあ、無難なんですね。出切るのはやや無理かなという感じはするんですが、はい、これですと、まあ、これは出て切りたくなります。そうですね、で、切りになりましたが、はい、でここで先ほどの、3弦の場合とどう違ってくるかということをお話しいたします、はい、で先ほどはどうでしたっけ、当てちゃいけないんですよね。そうですね、これでもやっぱり当てちゃいけないんですか。やっぱりこの当ては一番悪そうですね、これはもうこれが弱くなりますし、はい、こちらから当てるのも伸びられて、まあ、かけ継ぎになるんですが、はい、この時にですねこう伸びる手がいい手なんですよ。次にこう、はい、あ、ごめんなさい、黒からこう閉じ込める手を狙ってね、うん、ぴったりの手になります、はい、で白が押してくれば自然にこう伸びてこちらが大きくなる、そういう関係になりますからね。やはりダメなんですね、白はどうもね、白重い感じなんですね、はい、っていうこと。先ほどはこの時はこちらに打ったんですが、はい、これではどうでしょうか。そうですね、先ほどの三間バサミの時は伸びがいい手だった、はい、で今度はどうかということなんですが、まあ、結論から申しますとこの二間高バサミの時にはこちらへ伸びる手は、まあ、やや無理な手なんです。あ、そうなんですか。どう違うかと言いますと、先ほどと同じことをやります、はい、確か桂馬に滑ったんですね、はい、で白はまあここで生きようとする、まあ、黒もこう打ちまして、はい、でまあ、一つそう打ってからつける方が良さそうなんですね。前の手順もまた、まあ、それほどこう張らなくてもいいと思いますが、まあ、とりあえずこちらがに広げられそうですので、ね、まずこちらへ打って、はい、ツケも、まあ、白は引いてくれそうですから、はい、それからここへ入りまして、でこうなったんです、うん、で先ほどの場合はこうでしたから、でこう裂いて戦ったんですけども、はい、今度はダメですね。今度はここへ打っても、まあ、ダメですね、閉じ込められてしまいます、はい、ということは、中で生きないといけないんですね、はい、そういう手になりますが、これなら、はい、まあ、黒は厳しく打てばこういう手になりますね。あ、で白がこうくれば、ね、取られてしまうんですけど、取ってくればこちらから一目捨て石にして、まあ、こうですかね、はい、これが死んじゃったんですね、いただけると、はい、いうことになれば大きいですよね、これは。そうですね、で、まあ、白はいや、まあ、こう引きならね、はい、まあ、これ生きるんでしょうけどね、これはここの黒の厚みが大きなものに見えますが、そうですね、これは厚いし、まあ、もう一手生きるといっても難しいですよね。こういう手を打たないと生きないですね、はい、
こう置いて打って、まあ、こう打てば、まあ、ここのところとここが見合いになっていきますが、はい、白のつらい別れということになります、うん、じゃあ伸びがこの場合は少し無理なんですね。そうなんです。でしかしですね、はい、最初にお話しましたようにこの二間高ばさみの時もこの賭けが面白いと申しましたけれども、はい、ここで白に有力な手があるんです。あ、はい、今当てと当てと伸びとやったわけですけど、他には全部どうも良くないと、で、こういう肩切りの時には当てるべからずで、まあ、伸びて戦えればそれがいい、はい、伸びでもダメな時はさばきなんですね。あ、ちょっと工夫するんで、やはりこれよりも苦しいということで。そうなんです、で、さばく場合にはここへつけるんですね。さばきはつけと言います。そうですね、これもねすぐに当てを決めないところがミソなんです、はい、当ててからこう、ね、当ててからこう打つと先ほどやりましたように伸びられてしまう、はい、で先につけますとね、まあ、黒が伸びたとします、はい、でこうやれば同じことなんです。同じですね、伸びられてね、しそうは打たないで今度はこちらから打つ。あ、はい、これは一応逃げれそうなんですけども、それでこうねこの間をずるずるとこう出ていきまして、はい、それでこの二目の頭を跳ねると、あ、いい形です ね、この石が重くなってくる、はい、でまだここも完全に、そうそう、まだなんか、ね、動いてくるような手がね心配ですから、一手どこか、はい、まあ、そう打ってれば硬いですね。これはこう伸びてね、あ、はい、この別れならまあこの二目と二目、まあ、お互いに二目ずつがまあほぼ取られたような形になってますが、白としてはこの黒の強いところでね、この締まりの発展方向に白石が来てますので、はい、まあ満足のできる進行と、こうやってつけてさばくといいんですね。そこでまあ黒もね、はい、まあこうつけた時にここを何か動くのはあまりいい結果にならない、はい、かえって白に調子を与えてしまいます。でそこで黙ってここへ伸びるのがね黒としてもいい手になります。はい、で白はどちらでしょうか。白はこう跳ねる手もあるんですけどね、跳ねるか伸びるかですが、まあ、伸びる方が中央へ向かってますのでね、はい、まあ、強い打ち方ですね、うん、で、まあ、黒がこう打ってこの一目を取るのがいい手なんですが、ここ白もここへ打ってね、あ、先ほどとちょっと似たような跳ねですけども、そうですね、これも、まあ、白としてはこの黒の勢力圏で、まあ、かなりいい形が得られましたのでまず満足と、はあ、いうことがあります、はい、で、まあ、白にとって怖いのはここでここを取ってくれないで、そうそう下がってくるってね、まあ、これがまあ黒も一番こう頑張った打ち方なんですが、うーん、まあ、ここでこの石を動くのはなかなか難しいのでね、あ、まあ、こう受けておいていいでしょう、はい、はい、それで取るというのはどうでしょうか、はい、そして今度はこちらへこうこの石を攻める、はい、でこの白は、ええ、まあ、この一目を捨てたことによっていい形が得られました、はい、でいざとなればここへ滑ればだいたい根拠あるんですか、死ぬ心配はないですからね、はい、こういうのもこちらから打つのではなくてこう打つとこう飛ばれて黒字がどんどん増えますから ね、こちらの方からこう打って、はい、どうしましょうか、逃げて行かなきゃいけないんですけど、まあ、でこう桂馬していればここを荒らすことができます、はい、でここはまあいつでも生きる手が残っていますのでね、うん、白に不利はあまり考えられない、面白い戦いになりそうですね。そうなんですね、この賭けからのうまいさばきですね、はい、出て切られた時につける手を知っていればこの変化も十分打てるということなんですね、今度は一間ばさみですね、はい、小桂馬がかり一間ばさみという形ですが、はい、この場合もこの賭けというのがね、あ、これでもあるんですか、これも有力な手でね、私もよくこれ打つんですよ、はい、あ、そうなんですか、まあ、これだと黒はここにありますからね、はいはい、出て切って、まあ、戦いたくなるでしょうね、で例えばさあここはどうするかということでね、はい、まあ、今までこれが三間の場合、それから三間の場合は伸びでしたし、これの時はツケでしたけれども、今度はどうかということなんですね。はい、じゃあまず伸びはどうなんですか。そうそう、伸びるのは、まあ、一番正々堂々とした手ですけれども、まあ、こう打たれて、これの時は良かったんですね。
はい、こう二間高バサミの場合でもこれは苦しかったんですね。これですとなんかもっとさらに苦しそうですね。はい、まあこう打つと実際はどうなんでしょうか。うん、まあこうつけてですね、はい、やはり常にこれは跳ね出すと挟みつけという手がいい手になって出ると切りで取られてしまう、はい、この一目を取ればこの二目が取られちゃもう白が不利ですからね、はい、白はこの辺は同じような形ですね。そうそう、そしてまた黒は灰を先に打っておいて、まあ、この辺でこう打つのもですね、こう打てば一目は取れるんですが、はい、ここを跳ねられてはこの三子が苦しくなってね、はい、白が悪いですから。あ、では大体が一本道で、そうなんです、ここまでは必然ということでね、はい、まあ、こういう戦いの打ち方も頭に入れておかれると応用範囲が広いんですね。そうですね、うん、でこうなりますとね、もういよいよ苦しいが、まあ、下つけるような手ですけどね、はい、まあ、ここでこう押さえるとこう切られて難しくなりますので、あ、白にこう切られるとちょっとこう面倒なんでね、ややこしいですね、こう引いておきまして、はい、こうですか。それでまあこう打ってですね、はい、で今度この跳ね出しを狙うと、はい、はい、こうですか。まあ、ここへつないで、ね、無理にこう取りに行かない方がいいですね。この切りがありますから、はい、まあ、こう打って、まあ、これなら生きですけれども、この別れはどうでしょう。これはそうですね、白がもう本当に目だけという感じで、そうですね、黒はこのシマリンの側のいい方に、はい、黒石が来ましたので、これはもう白が満足、苦しいんですね、でさてこの場合ですね、じゃあ白はどう打ったらいいかというとですね、まあここでね、白はなんとこの当てる手がいい手だと。あ、そうなんですか。先ほどはこれの時はこうツケでしたからね、なんだかここでもツケっていうのは、そうそう、ここではその味消しとか、ね、味を残して打てという話をしてるんですが、はい、この場合は例外なんです。あ、そうなんですか。つけますとね、かっこはいいんですよね。なんかつけて、こちらの逃げ出しを睨むなんていうのね、なかなか良さそうに見えますが、ここへ伸びてくる手がいい手なんですね。はい、あ、はい、なんかこうつぐと変な形になりますから、そうそう、こうやってね、ますか、はい、それでこうなるんですけれども、はい、どうもその同じ一目ずつ取ってはいますけれども、まあ、黒の勢いがいいんですね。中央へこう向かってピンとしてますね、はい、で一方白の方はなんとなくね、ちょっと薄みがあるんです、何かありそうな感じがするんですけど、まあ、これもね、そんなにひどく悪いわけじゃないし、もう一手こうどっかにかけておけば、ね、こうでも打っておけば硬いですけれども、これじゃ黒の方が少し有利になる、はい、放っておきますとここへ切る手が厳しい手、はい、取ると取るとまたこう当てまして、またこう当てますとね、あ、すごいんですね。継ぎたくないんですけど、まあ、つなぐと目がなくなりますからね、まあ、ここへつないだとしても、これは、はい、まあ、一目取れば生きてますけれども、相当なこれはいじめを受けたと、そうですね、いうことになってしまいますので、はい、まあ、あまりいい形ではないんですね。で白はこの場合はですね、はい、俗なようですが当てて受け継ぐのがいいです。でなぜかと言いますと、今までのハサミ、三間ハサミや二間ハサミの時には、はい、まあ、例えばこの場合で言いますと、ここへかけ継いでもこちらの黒に対して響かなかった、またこの場合は、まあ、響いてはいるんですけれども、次の黒からの伸びが、まあ、絶好の一手になったと、はい、ところがこの場合はどうですか。内側に入っちゃってるんですね。そうなんですね、まあ、こう打てばこの一目をね、はい、がっちり制して、これなら白は満足ですよね。いい形ですね。今度は先ほどのようなこんな切りを打っても、はい、こう取る必要はありません。こちらへ伸びていれば、はい、まあ、悠々とですね、打てるわけでね、先ほどのようなひどいいじめは受けないで済むわけですね、はいはい、今黒取ったんですけども、ここでこの一目を逃げていくような心配ないんですか。それは考えられますね、はい、あ、そう跳ねますかね、まあ、跳ねるとか飛ぶとかね、いろいろありますけど、まあ、跳ねれば、まあ、これ無理に取りに行かないでこう打ちまして、はい、でこうしました。あ、こういうとこあまり押すなと言われるんですが、いいんでしょうか。これは気前よく押しましてね、はい、で実はここに押したということは力を蓄えて、この石をですね、
ここはまだ動けるんですか。そうなんです、まあ、これも動き方ね、こうやる手とかこうやる手とかありますけれども、一番この格好のいい筋のいい手はこれなんです。あ、離して打つんですね。変な手ですがね、次にもう一手こうピタッとつないでしまえば、はい、いい形ですからね、はい、ここはどうしても当てたくなるんですけど、出たくなりますでしょ。出るとここへ出ました。またじゃあ、そうそう、出た以上こうなるんですね、はい、どんどん張って、はい、これで そろそろ取れてるんですけど、これもどん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 こう、まあ、押してきますとかなりここが厚くなる、はい、でまあ、黒は実利取ってますけれども、こういう滑りも残ってましてね、はい、見た目ほど大きな地ではないんです。黒は他に打ち方は、うん、まあでもここへ出たくなりますね。もし、他の手としてね、まあ、ちょっと変わった手ですけれどもね、こんなところで飛ぶなんていう手もあるんです。これ、まあ、定石の本など見られるとこんな手が書いてあるかもしれませんけどね、はい、こんなところへ来たらここへもうつないでおけばいいわけです。はい、では白はこうピンとして、そうそうそう、まあ、この手の意味はこうやって、渡ってしまうということですね。次に渡ろうということですが、まあ、はい、まあ、こういうこんなようなこう戦いになるんですけれどね、はい、これも外側の白が厚くて、黒はねこういう渡りでは大した地ではありませんので、全部なんかこう効いてきそうな、そうなんですね、ここから地っていう感じですか。そうなんですね。後にまたここへ切りますと、はい、これはどういうことになるんですか。ここを、まあ、こうですか、ツケですか、はい、するとこれどうするんですか。まあ、そうですね、仮にそう打てば、なこの当ても打っといた方がいいですかね、はい、先に打っとけばいいですね。こうなるんですね、はい、あ、それはもうこうなって、はい、まあ、こんなことをやるんですかね、こうですか、はい、まあ、この手で先にこうやった方がいいかもしれないですけどね、あ、はい、でこうなって、はい、でこうなって、まあ、こんなようなことになるんですが、字としては随分小さいものになってくるということでですね、はい、まああまりこれも黒がね、でかしたとは言えません。ですから、ちょっと戻しますとね、ちょっと今難しい手をやりましたけど、まあこれに対しては黒も出てくるのが一番自然な手で、あ、はい、まあ、それで白の厚み、十分な厚みが蓄えられる。ですから、こちらへこう跳ねてくる手も怖くないんだと、はい、はい、こういう手がいい手なんですね。そう、この場合は当ててかけ継ぎがいい手なんですね、はい、例外ということですか。そうですね、はい、今度は一見高がかりに黒が挟みました。はい、でこういう時にここへつけるという手ね、定石にありますよね。あるんですけどね、これ意外に難しい。あ、そうなんですか。優しい手はこういうコスミなんですね。こう澄んで開いたらこうかけてと、はい、いうふうに打てばこの白がそれほど攻められなくて済むんですけれども、はい、ここへつけるというのはなかなか難しい変化を含んでいます。こうよくあるのはこう押さえて、まあ、それなら、はい、そうですね、こう押さえればこう引いて、こう打てばこう進んでということでね、はい、でまあこうやれば家計ですか、はい、こんなことで、まあ、定石になっているんですが、さてここでですね、これはまあ、アマチュアの有段者の方の実践でよくあるんですよね。これも実践でできた形なんですが、はい、これぶつかると、はい、これははめ手ではないんです。あ、立派な定石にあるんです。筋としては悪そうな、この頭をぶつけてこう切るんですね。はい、強い手ですよね。で、これはですね、アマチュア初段同士の碁でこういう碁ができましてね、はい、その時はで、黒の方はよく知ってるんです、この手をね、得意にして、とか白の方は初めて打たれたということで、はい、実戦どうなったかと言いますと、とりあえず当ててみようと、はい、当然下がりでしょう、はい、ね、でこう打つと切られて、はい、これは2目こう取られてしまいますからね、ええ、それは具合が悪いのでこれ繋いだと、はい、で渡られた、渡りになって、さあこれが危ないから今度は跳ねました、はい、でかけつぎで、こういう進行になったんです。ところでこの隅なんですが、この隅はね、はい、白がこう打ってもですね、はい、このスペースでは生きられないんです。あ、黒から打たれますと、はい、お、
ですね、懐を狭めよ。はい。で、じゃあもうちょっとまあこう打ったとすると懐を狭めよ。はい。そして真ん中に打たれると五目中にですね。です。でまた今ね原さんと言いましたけども、こう打てばそこへ置いて、はい、こう打ちますとまた懐を狭めよと。そしてここへ打ちまして二目を取ってもここへまた放り込んで、はい、で取ってもまあこの辺に打っときますとですね、やはりこれも目がないんですね。これ欠け目、はい、ということで死んでしまうんです。あで結局ですねこの碁でも死んでしまった。これ全部死んじゃったんですか。これひどいんですね。これ死んだ上に外側が弱くなっていると。はい。で白なんだか何も悪いことしてないような感じなんですがね。そうです。こういうところで、はい、損をしてしまうと悔しいですね。そうですね。これは知らなかったばっかりに損してしまった。で実は、はい、これに対して今のこう当てたのでは良くないんです。はい。こちら側の当ても一応伺っておきたいんですけども、それはならまあこの白は死にませんけれどもね。そうここへ跳ねついてこうなれば、まあ、生きてはいますけれども、はい、随分狭いですよね。なんかあの三々に入った時の形に、そうですね、星に三々に入った形に似てますけども、そうそうそう、星にいきなり三々に入るというのはこんな序盤で何もない時に入るのは損ですしね、はい、しかもまあこう切った石がなんだかまた攻められそうですから、はい、これもあまりあの白としては面白くないと、はい、いうことで、じゃあどう打ったらいいか。これもこういうとこを切られた時に、まあこちらから当てるかこちらから当てるか、まあ、両方ありますけれどもどちらもうまくいかないという場合には、はい、伸びですね、伸びがまあいい手になることが多いんですね、まあ、これでもうまくいかなきゃまあ別の、はい、まあ、さばきの手段考えなきゃいけませんけれども、この場合はこの伸びがいい手です。これを覚えておけばね、はい、ぶつかって切ってくる手は怖くないんです。はい、一応じゃああとどうなるか、はい、少し教えていただきたいんですが、この2目を、そうそう、黒もこちらへ跳ねてくる手がまあ一番頑張ってるんですね。はい。でまたこれに対してこの白を生きようとするとかなり窮屈になります。はい。そこでもう思い切って、まあ、この2子は捨ててしまうと、ああ、いう気持ちで打つといいんです。ここへ当てまして、あ、今ここで捨てるのがいいんですね。そうなんだよ。捨てるというのは勇気がいることなんですけれども、はい、はい、それでこう跳ねますとね、この2子は取られましたけれども、この黒がまあ活力を失いまして、でこちらのまあ黒の発展方向に白石が出てきた。はい。ということはじゃあこれで白は不満がない。そうですね。またあの後で例えばこういうとこつければですね。はい。まあ跳ねればこういう当てが効いて、あ、ね、ここまあ押さえとか飛びとかでね。こうやって見ると随分厚いんですね。こう押さえ込む手も残っていますので、はい、まあ、白にとってこう楽しみが多い打ち方です。これで白がまあ悪くないですね。むしろまあ白の方がいくらか有利かなという感じもいたします。はい。今ここあの当てて抑えられるととてもいい形なんですけども、はい、黒としてはじゃあここを防いでそちらへ、どのような手はないでしょうか。そうですね、こちらへ来るかもしれませんね。はい。あ、こう来られたら今度はですね、この白を生きることを考える。あ、はい。それはあのここに伸びている手がですね、次にこう出ていく手も狙っていますけれども、もう一つここへ跳ねた時にも役に立っているのがお分かりになると思います。はい。抑えることはできませんね。あ、切られます。そうですね。跳ねられるとじゃあ黒はこれも取られてしまうんです。こうですか。そこへねちょっと形が悪いんですけどね。こう打つほかない。はい。それでまあもう一つ這いまして。でまあこれ以上這うと黒を強くしてしまいますので、ここで目がたちの急所。それで生きているんですね。取っておけば将来まあこう来てもこれで、まあ、外側がこう仮に詰まったとしましてもね、はい、ここへ置かれてもこれで、あ、ここに位置が、はい、まあ、跳ねてきても跳ねても、あ、これが、切れないですね。ね、ここに一眼、ここに一眼で生きることができますから、はい、目がたちの急所なんですね。うん。で、駆けついてで白は何か桂馬ぐらいですかね。あ、黒ですね。あ、黒ですね、はい、黒桂馬で白ここへ飛んで
これも桂馬、はい、よろしいでしょうか。まあこういうことですね。はい、これはどうなったんですか。悠々とまあ中央へ出ることになって、で、まあ、黒も両方打ったようではありますけれども、はい、この黒はあまりいい形とは言えません。そうですね、下がこう空いてますからね、目を作るのも苦労しそうですから、はい、まあ、これなら白にとって不満はない進行と言えます。はい、ぶつかって切りでしたが、これに対してはそうですね、この伸びを知っていれば不利にはならないと、はい、こういうことを覚えておかれるといいですね。今度もこの一見高がかりにここへ挟んだ形です、はい、で先ほどはこのツケのお話をいたしましたが、ここへコスむ方がまあ分かりやすい手なんですね。あ、はい、先ほどもそういうお話でした、はい、でこうなった場合の手をテーマにお話しするんですが、まあ、ここでかけるという手もあります。これも先ほど申しましたね、はい、かけないでつけるというのもね、これも、まあ、よく打たれる手なんです。ですか。ただどうしてもこの石がくっつきますとそれだけ変化が多いんですね。で、まあ、こうつけると、まあ、こう打てば、はい、こう打てば黒も同じような形がありますよ ね、 そうですね、穏やかですがね、はい、まあ、それならそれから かけていこうと。これはどうなんでしょうか。まあ、これなら、まあ、白も満足ですね、はい、まあ、結局こうなって出てですか、ね、こんなことですか、はい、で、まあ、つないで取り、それでこう開くというようなことになるんですけどね、はい、まあ、これならまあ穏やかな進行ですが、つけるということはどうもこの跳ね出しが心配ですね。心配ですね、この場合はこれはないですからね。はい、これはどうなんでしょう。先ほどやったこの手は今度はちょうど駆け継ぎになってますから、これはうまくいきませんが、ここへそう跳ね出してくる手はあります。しかしこれはこう切ってましてね、はい、でこれを渡ってしまう、はいはい、そこで白がこの石を生きようとするといい結果が得られませんということは捨ててしまう。そうなんです、はい、でどう捨てるかというのが、ポイントなんですね。で捨てるというとまず外側から、はい、当てますね。そしてさあここでどうするかなんです。こうやってついねこう打つとこう打ちたくなりますね、はい、さらに利かしたくなるんですけども、でもそれはこう打たれて、まあ、取られます。はい、この一目は逃げても取られてるんですね。でしかもですね、ここの黒がなかなかうるさいところにあるんですよ。あ、これ次に取ろうと思っても取れませんしね。そうですね、こう打つのではね、例えばこちらへ開かれても、はい、あるいはこうしてくる手もありますけどね、はい、この白がそれほど丈夫とも言えませんよね。で白としてはですね、どうしたらいいんでしょうか。これ普通こう考えるんですが、ここでねぶつかるのが、これがその、はい、この一子のですね一目の味を利用したうまい手なんです。で黒がそう打てば今度こちらから打ちましてね、はい、これで、ちょうど取れてるんですね。この交換なしで黙ってこう打つとこちらへ曲がられて連絡されてしまいますが、はい、ここへぶつかることによってこの黒とこの黒の連絡を防いでるんですね。ですからこうは打てないわけです、そこで黒もここへ抱えて、はい、これですとね、はい、次にこう跳ねるのがいい形になりますね。いい形ですね、これですとね、まあ、黒は実利を取りましたけれども白もこちらが厚くなって、はい、互角の進行、むしろ白の方が楽しみという感じですね。この全体の配石からしますとね、はい、このぶつかりがいい手なんですね。あと先生、こういう手を見たことあるんですけども、はあはあ、これはここでね、まあ、こういく前に一つ割り込んでつないで、はい、まあ、断点がたくさんできるんですけど、これはね、まあ、古い本には定石の本にはこれが定石だなんて書いてある場合もあるんですけれども、そうなんですか。今ではねこれあまりいい手ではないと、あ、そうなんですか、いうことになってるんです。これはどういう理由なんでしょうか。なぜかと言いますとね、こう打たれると、まあ、黒はここへ守るのがいい手なんですね。あ、それからでもまあこう打つんですが、はい、例
ただ今度はね、こうではなくてこちらから取ってくる手。はい。先ほどこれがない状態ではこちらから取るんです。そうですね、この場合こうやるとですね、狙いが残るんで、それ後でお話しますが、こちらから取ることになる。そうするとこうなった時に後でこの押さえが先手ですか、先手で打てますよね。はい。ところが、割り継ぎを打っていると、これ打ってしまうとここに黒石が来るんです。はい。これが働いてましてね、今度は突き当たった時にこうじゃなくてこちらから打って、もう何も味が残りませんね。はい。でこうなると、まあちょっとしたことですけれども、これはこうなってるかこうなってるかでこの石の活力が随分違うんです。ああ、そうですね。こうなってますとね、まあ、あと例えばこのようにこう逃げてきた後ですね、将来こうやってこちらと、あ、渡れるんですね。ね、連絡するような狙いもありますしね。はい。これが先ほどのこの状態ですと、で後にこれを打つ、そう、これが一つね、こちらに効くということはこの黒の目がたちに随分影響が出てくるんですね。はい。ですからこれは打たない方がいい。で、まあ先ほどのこう打ってこう打ってぶつかった時に、それじゃあこう打てば同じじゃないかと。そうですね。いうことですがね、今度はね、まあ一応こう打っておきますが、この後やはりここへですね、一つ伸びてくる手が、まあ、うるさいんですね。あ、これは取れてるというお話だったんですけども。そうそう、取れてはいるんですが、そうするとですね、今度割り込んで、はい、今度はつながない、ええ、こういうふうにね、こうに弾くのがうまい手なんです。ああ、これは特に取られるわけじゃないですよね。先ほどつなぎのこうなってるのとどう違うかというと、こう打ってもし取ったとするとこちらへ当てて、ああ、外側が全然外側がね違ってくる。そうかといって、はい、まあ、一応こう取りますけれどもね、はい、こう争いながらいきますから、こうもし伸びるとこれで大変なこうになってしまいますね。そうなんですね。これはもしこの局面でこういうことになればですね、こういうとこを鋼材に使えばいいわけですから、はい、白の花見コウ、黒の一方的に苦しいコウになりますのでね、ですから狙いが残ってしまうんですね。そうなんです。ですから割り込んで次というのは打たないで、あ、膨らむ可能性もあるということ で、 そ、 うなんです、ね、でそこも決めないでですね、味を残すということなんですね。でこう打ってここへ打たせてこう打つのがいい打ち方なんです。ね、はい。今度はこんな局面で、ここが木外しというね、はい、手なんですけど、そこに三々に入った、はい、まあ、これはこういうかかりももちろんありますけども、三々に入るという手もあるんですね。あ、そうですか。そこでこう桂馬に来たと、はい、これもねアマチュアの方の、これは三段の方の碁なんですけどね、かなりこれ難しい定石になりますかね、はい、強い方ですから。ここで、やってみて、まあ、つけまして、はい、こうですか。でこの黒の方は木外しに最初から打つくらいですから、かなり研究してあるんですね。知ってるんですよね。ところが白の方はあまりよく知らない。はい。でそこで、どうなったかと言いますと、ここへこう、はい、まあ、これは別に悪くないんですけれども、はい、なんとなくこうなると切りたくなりますね。なりますね。でこう切った、でなんかこう取れそうな気がやりたくなりますね、はい、こうやったんです。一応逃げてみるんですけども、でこうやってね、あ、なんかこう、これは大丈夫なんですか。まあ、この2目を取りに行ったわけですね、取れそうに一見見えますがね、はい、しかしこれはこう当てを打って狙ってない。でまあ、この黒が 1,2,3 手ですから、はい、よほど黒はうまく打たないと、白を取れないんですけどね。ここでこう切りまして、はい、逃げますよね。ここが大事なポイントなんですが、実は白が当てて押さえ込んだ手はもう無理な手なんです。はい。でここで黒からいい手があります。でこういうのをただこう当たりとやりますと逃げられてしまいます。逃げられてこれはいけませんね。ええ。でじゃあどうするかと言いますとね、ここで伸びるんですね。はい。こちらとりあえず主張のようですから、そうそう、次に主張をまず狙うと。はい。白は逃げるしかないですよね、こちらへ来ると今度はこの2目を取ってしまうと。でこれも押さえればこういう結果になったんですね。はい。3手で大丈夫だと、えー、え。
で白の方が先に取られて、はい、取られてしまうんですね。これひどいんですよね、はい、隅もまあ危ないし、これは弱い石が残ったし、この2目は取られる、ひどい目にあってしまう。でここでは黒のこの伸びがね、はい、むやみに当てないで、このこちらから当てる、そういう味を残したうまい手なんですね。主張とこれを取る手を見合いにした手、はい、これで白がダメなんですね。これは参ってしまった、はい、で白は他には、じゃあこれはね、今実戦はもう白がほとんど潰れなんですけどね、もうちょっとなんとかならないかということですが、でこの白の方はここに、いや今のが実戦なんですけどね、こちらで、これで取られてしまった。そうこれでまあこうやってる方がまだね、いいんですけどね。しかしこれもあまりいい結果にはならない。はい、この黒は取れるんでしょうか。そう、今のはあの全部白が取られましたから失敗ですが、こう打てばこの黒は取れるんです。しかし、はい、まあ、黒にもこう打てばこれで対策がありまして、この2子を捨て石にしてうまくこう締め付ける打ち方があるんですね、はい、それがこの場合ですとね、ここへ覗くのが一番いいんですね。はい、と変な感じはするんですが、それでここへ入ります。で、でまあこう出てくるね。そうですとこう出たくなりますよね。出てきたら、まあ、当てを打っといたんですね。はい。当てを打ってここへ打ちますと、はい、取るしかないですから、はい、これは綺麗に締め付けが効いたですね。そうですね。まあこの当てはいずれ効くわけですね。こう当てて抜きとなりますから、これまあすぐには打ちませんけどね。はい、これが効いてる状態ですから、黒はつながっている。うん、で地も結構。大きいですね。大きいし、ここがしっかりしてますので、でね、まあ、あと例えばこの辺に打ってね、白がまあ守りなら、はい、ね、そうですね。こうなると、ああ、ここの壁がずいぶん大きな模様になってきました、ね。大きな模様になりますのでね、ここへ覗いて這い込むというのがね、いい手なんです。でもまあ白が今の締め付けを嫌って。この時にこうくればですね、はい、こうくるとここへつないでしまってね、これは攻め合いですか。この攻め合いはね、こうなりまして、まあ一つこれ打っときますね、これ先に打っときます、ね、はい、でこうなりまして、単純に考えまして 1,2,3,4,5 手ですね。黒はそうですね、白は 1,2,3,4 手ですから、黒が白の方がこう苦しい戦い、まああの こんなすごい粘りはありますけれどね、はい、まあ、一番白が頑張ったとすると、こういう捨て石を使って こうで粘るという手はありますが、まあこうなって、はい、まあこうつ、まあ、無理しないでつないでおきましょうか。あ、はい、まあ、この当ても打っておきましょう。で、まあ、あとこうで、ここで白が当たりかけるんですけども、はい、かけてもこれで次にポンとこう取るコウですからね、黒の取り番のコウもうどこでもポンとこう抜いてしまえば、はい、黒が有利になりますからね、はい、ですから、まあ、これも白が良くないということで、今のこれちょっと難しい形ですけれどもね、当ててかけつげばなんか全部取れそうに見えますが、うん、この手に対しても覗く手があって、覗きはでも気がつきづらいですけど、いい手なんですね、それを知らないとね、はい、いけるかなということはですね、遡って白がこう切って当てて取りに行くのはあまりいい結果にならないな、ね、ということなんですね、で、はい、切って、こう下から当てるのは それなら安全です。まあ、安全ですがね、はい、これもこういうことになりますとかなりここが厚くなりますね。そうですね、しかもしっかりしてるんですね、ここに黒のつなぎが来てますから、はい、でこれもどうも黒の方が有利な分かれなんです。じゃあ、ここで、白はじゃあどう打ったらいいかと、はい、元に戻しましょう。ここへつけて押さえました。そして膨らみました。これはいいんです。でこういう時にですね、切れる場所がまあ2つあります。こういう時にやたらにこう切ると、はい、黒を厚くさせてよくない。あ、で黙ってここへ跳ねるのはこの場合の白の最善手なんです、はい、なかなか打てないですよね、つい切りたくなると思いますが、ここ自分もちょっと傷があるんですけど、こういう心配 は、ね、それは大丈夫なんです。こう打つとここへ両当たりになりました、はい、これは困りますね。つなげば
こう抜ければね、はい、この一目取られてもこちらの一目の方が、価値が大きいですから、これは白の方がいいということになります。ですから黒はどうしましょう。まあ、こう伸びると伸びていくのが先ほどと似てるんですけども、こうなれば先ほどやりました形に似ていますが、はい、ちょっと違うんですね、これは。どこが違うかと言いますと、切ってあったんですね、そうそう、こちら先ほどのは これとこれを打ってあります、はい、し今度はですね、もう一つぐらい貼っといた方が安全ですかね。こういうふうに、この白が安全になった後、ここへ切りまして、逆から切るんですね、今度はこちらではなくてこちらから切って、はい、こう伸びることになりますと、この黒のこの壁がですね、分断されました。そうなんです。逆にこれを攻めるような体勢になる、まあ、はい、何か受けないんでしょうね。二間開きならまあこう飛んでね、はい、また何か受けなきゃならない、ね、それでこういうふうに打ちますと、こちらの黒が寂しくなってきますね。そう、この黒が攻められますから、とてもじゃないけどここに黒の思いを作るなんてことはできなくなるわけです、はい、ですからこれは今度は白の方が良くなる。ちょっとしたこの随分違うんですね、となんですけれども、これは今のは白が今度良しということになる、はい、だからこう打たれた黒は、黒の立場で言いますと、伸びると後でこちらからの切りを狙われますから、黙ってつなぎ、はい、そしてここへ伸びまして、でまあこの切りの狙いがね、ちょっと主張関係が、はい、黒が悪くなると切られる心配がありますので、はい、それを、まあ、ただこう打つんじゃちょっと弱気ですので、ここへつけまして、あ、そちらは切りには関係あるんでしょうか。一つ覗きまして、ね、はい、あれどこつぐんでしょうね。ここつなぐん、ね、ここしかないですね。でこう引きまして、はい、で今度切りがありますからつなぐ、そしてここへ開くということになるんです。あ、先生、これは切りはないんですか。何のためにこんなことを打ったかというと、まあ、ここの字を増やすという意味もありますが、この切りに対する、まあ、今のところはね、主張が、黒がいいんですけれども、はい、例えば、まあ、この辺りに一つこう白石がきますと、はい、こう切った時の主張関係は白が良くなります、はい、しかしこれが打ってありますと、こうかける手があるんですね。あ、これ逃げていきましょうか、はい、でこうなってとこうなって、あ、でこの時にかけつぎになってますね。そう、働いてるわけですね。こうなりますとこれ、ピタリ、はい、これが取れる、取られてしまいます。そういう意味もあってこの付け引きをね、打つんです。で覗きを打って受けば、まあ確実に、まあ、効くということでね、でここまでの形がですね、はい、白も当てないで黙って跳ねる、はい、黒も伸びないで黙ってつなぐ、で伸び切った時に、まあここまで効かして、はい、この切りを緩和してからここへ打つ、なんかいろいろ詰まった形、いろいろ要素が詰まった形ですね。そうなんですね、まあ、これは定石ですけど、非常にこう戦いの手筋がね、はい、たくさん入っていますのでね、こういう定石を一つ覚えると、戦いにいろんな戦いにこう応用できるわけなんですね、はい。これは私の実践の碁なんですけどね、はい、白番なんですが、ここへ小ゲイマにかかって一間に挟んできたと、はい、まあ、いろんな打ち方がありましてね、先ほどはこんなかける手もやりましたけれども、はい、ちょっと変わった手なんですけどね、こんなところへこう打ったんです。ハサミにさらに挟んでっていう感じですけども、まあ、ちょっと変な手なんですけれどね、まあ、いつもこう飛びとかね、こればかりじゃ面白くないというのでちょっとこう変わってみたんです、はい。でもまあ割り打ちのような気分なんですね。あ、はい、で、ここ黒は手を抜かれてるわけですが、まあ、黒はそこへこうつけて、まあ、この白を閉じ込めにいくと、まあ、これがいい手ですね、はい、これ何も打たないとやはりこう次にこう飛んで、はい、こちらへこうかける手がね、あ、ここに待ってると黒苦しそうですね。そうなんですよ、ですからそれを狙っていますから、黒としてはまあここへつけて、はい、閉じ込めに行きました。ここは部分的にはまあ、挟んで手を抜いた形なんですが、で白もね、このまま取られては大きいんですね。こう二間に開いてもう一手こう打たれますとね、はい、大きく取られますので、ここでね、白は割り込むのがいい手だ。やはり動いていくんですね、はい、こちらから切るのは、下から切るのはこう伸びてこう繋いだ時に、この主張がですね、こっち白言いましたが、白がいいんですね。あの
つけられて割り込むっていうことはこの主張がいいという前提なんですね、はい、でも序盤戦でこういう布石の時にはこちらに黒があれば必ずこちら白ですからね、はい、まあ大抵主張がいいはずですからね、はい、まあ、あの使える手なんですよ、うん、で、この時にですから黒としては主張が悪いからこちらから押さえるで、つなぎになって、はい、それでここへ打つんですね。で白が押さえて黒がカケツギですね、はい、いい手なんですね、うん、これはねやはり次にこの羽を含んでますからね、はい、放っておけば跳ねてまた跳ねられてしまうと、これは目がなくなってしまいますから、で白としても何か受けなければならないというところなんですね、はい、でここが、まあ、ここのポイントなんです。白はどう打ったらいいでしょうか。そうですね、あの生きるだけなら生きそうなんですけども、私はこの白がちょっと心配なんですよ、はい、で例えばこう当てを打って、はい、でこうこちらに開くっていうのはどうでしょうか、うん、そうですね、まあ、この当てを一つ打っておけば、まあ、この白は、これで際どいんですけれども生きてるんです。あ、生きてますか、はい、非常にこう働いた感じにはなるんですけどね、はい、ただどうもこれだけで放っておくと、黒が厚いんですね。ですぐにこう切ってきますと、はい、下がりでしょうか。これで生きてはいるんです、まあ、こうくれば、はい、押さえですか、はい、でまあこのあと黒がこう来てもですね、はい、まあ、これが一番頑張ってはいるんですけれども、いくら頑張ってもこれは石ですか。石で生きてると、はい、いうことで、まあ、生きてはいるんですがね、まずここが厚くなったという点が一つ、はい、それから、この白に対する効きがいろいろあるんです。あ、今のこれももちろん効いてますしね、もっとあの手順を尽くしますとこういうところから行くのが面白い手で、あ、なんか突飛な、ずいぶんこう離れてるんで変な手ですけれどね、なんか取れそうですけども、こう打てばここへ押さえて、こうでしょうか。こう打てばですね、これを取れているんですけれども、また下がられると、はい、手は抜けない、手抜くとこの当たりが効きまして、ね、こう切られますと入れないですし、入るとトンとこっちも当てられてしまうなりますから、はい、ここでもう一手こうですかね、一手入れなきゃならないということは、この下がりまで効いてるということはかなりこの白に対しても影響が出てくる。すぐには打ちませんけれどもね、はい、いろいろここには効きがあるんです、はい、じゃあ生きるだけではちょっと白も辛いということですか。それでね、まあ、黒がこうなって、はい、まあ、こういうふうにこう展開することになるんですね、はい、で、まあここがいろいろ効きがあると、それからここが厚い、うん、でなんかこの切りも狙えそうには見えるんですけれどもね、この黒が大変厚いだけに、はい、こう切ってもうまくいかないんです。なんかね、主張が向こう白があるから良さそうですがね、これだけ黒が強いと、こういうところにこう黒石が来てますよね、はい、この当たりを打ったためにここに黒石が来ました、はい、となるとこうかける手が成立するんです。はい、逃げていけないんでしょうか。これはこうなって、まあ、難しいことをする必要もないですね、うん、こう、そうですね、このままこのまま打って、あとこうですね、あ、こちらに入れないんですね、ないから取られと、はい、いうことになりますから、まあ、これは厚いんですね。で、まあ、これは先手を取って両方打ったようですけれども、どうもこの黒の形があまりにも立派すぎると、はい、ということで実戦はですね、こう当てないで下がったんです、はい、でこの場合はですね、当てれば先手で生きられますけれども、いろいろこう効きを見られて良くないんです。あ、黙って下がる方がいいんですね、はい、でこれはこう打っておくと、まあ、せいぜい効かしとしてもこのくらいの効きしかありませんし、はい、これ後手のようですけれどね、ええ、次に放っておくとこの切りが、あ、この主張関係、白がいいですからね、厳しいんです、はい、今度は下駄にはならないですね、これはもうすぐ、あ、そうですね、当てが効いてこれもダメですからね、ボロボロですね、ですからここへ下がることによって、まあ、私の実践、この相手の人はここへ
切られるのが嫌だということで守りになった。ああ、下がりでもほとんど先手なんですね。そうそうそう、あの後手のように見えますけれども、ここへ守らせて、それでここへ打つことができた。はい、でこうなって、まあ、受けて、はい、こういう進行になったんです。あ、そうなんですか。じゃあ黒もこうやって攻めていくような手は、うん、そうなんですね。危ないということですか、切られて。そうですね、まあ、これに対してこれも素晴らしいところですからね、いやこれも当然考えられてです、はい、ね、まあ、これは穏やかですが白もこれなら満足と、うん、でじゃあこう打ったらどうするかというと、先ほども言いましたけれども、ここに白が力を蓄えました、はい、後手だけれども力を蓄えました、はい、でこんなところへ来たらすぐに切ってしまおうと。あ、すぐに打たないといけないですね。そうなんですね。これを一間飛びなんて次に切ろうとしてますと、ここへ打たれて、これがずっと攻められると。あ、これは白いけません、はい、でここへすぐに切るんですね、はい、どうしましょう。下駄はうまくいかなかったし、主張もうまくいかない、ここ当てられると辛そうなので、はい、伸びはどうでしょうか。そうですね、こういう時はあの下駄でも当たりでもうまくいかない時には黙って伸びる方がいいんですね、はい、でも白はまたこうしていきます、はい、で、どんどん、まあ、伸びるか跳ねるかですね。跳ねるか、まあ、跳ねからやってみましょうか。跳ねればここへかけるのがね、いい手なんですね。こういうのはどうですか。まあ、出てこうですか。出ても押さえて、切って、これはもうあのこう当ててもダメですよね。当てても自分の方が当たりになりますから、はい、まあ、結局、こう打つことになります、はい、で今度ここへ切りまして、こう逃げてるとさすがに取られちゃうんでしょうね。逃げるとですね、この当てが効きますから、当てて伸びられて、どうもこれは下が持たないですね、はい、ですから下から当てて、ここから当てなきゃいけない、ポンと抜きになる。ちょっと辛いですが、うん、それでさらにこう詰めてこられますと、この中で生きるのもね、苦しそうですね。大変という感じですね。出ていくのも、こちら白が待ってますのでね、はい、まあ、白としては仮にこれ取られてもね、十分な成果が上がると思いますね。黒はしょうがないんでしょうか。これは黒苦しいですからね、あと他に打つ手とすると、まあ、先ほどちょっとね、伸びるのとあるっておっしゃいましたけども、ですね、伸びれば、まあ、伸びの方が黒良さそうですがね、まあ、白としては、まあ、こちらが今戦場ですから、はい、こちらへ行かないでまずこちらにこう力を蓄えてね、反対側に、そうなんです、持たれるっていう感じでしょうか、でまあ、ずっと伸びてくればね、はい、ずっと伸びてくればどんどん押してこういうところへ打ちますと、あ、そこが急所なんですね、ええ、なんかこうやるとこれで切りが見合いになりますから、でも逃げづらいです ね、 ね、それもなんとなく危なそうですね、はい、ですからこんなにずっと受けてるわけにもいかない。だからまあ頑張ればどうですか、ここで、ね、じゃあ、そうですね、それがまあ両方一番頑張った形ですけれども、まあ、これもここへ伸びまして、はい、黒はここね、こう打っておきましょうかね。あ、それでもそこがいいところなんですね。困るんですよね、黒も。こうやるとまた伸びられちゃう、また伸びきますから、はい、こうですか、とここへ飛んでこんなことになるとですね、はい、この戦いはなんかこの黒すごく形が変な、目がないんですよね。で、まあ、白はいつでもこう打てば収まりそうなところでありますし、はい、またこちらの黒もこう打たれると、まあ、生きるんでしょうけれどもかなり窮屈な形になりますから、この戦いもどうも白の方に分のある戦い、ということは、あ、最初ですね、最初のもうここでここもね打ちたいところですが、こう切れば白としては十分戦いで打てる、はい、まあ、結局こうなってこうなりそうですからね、ここは当てないで、はい、下がっておいた方が後手のようだけれども結局は戦いとしては有利に展開するというわけなんですね、はい、今度はアマチュア初段の方の実戦です、はい、で、まあ、ここまで立派な布石なんですけどね、そうですね、まあ、白が三々に入りました、はい、これが星から一間にある時ですね、三々に入っても十分この中で生きることができます、はい、でこう打った時にこへこすむというのがいい手でね、あ、それがいい手なんですね、ついこう打ってしまいがちですが、はい、これは押さえがこうぴったりした形になりますので ね、 ね、うん、この場合はこのこすみの方がいい、はい、そこで黒がこう打った、で白は目を持つためには駆け継ぎがいい手、あ、いい手なんですか、ね、この辺りまではもう見事に
打っていらっしゃるんですね、はいはい、でこの実戦ではですねこれすぐ当ててしまったんですね。当てはあの、でも打ちたくなるんですけども、そう、大抵の方はですね、はい、この当てを打ってしまうんですが、この当ては打たない方がいいんです。あで、まあ、なぜかというのは後でお話しいたしますが、まあ、この碁では当てを打って押さえたんですね、はい、で白がこの切り取りとなりまして、で黒が守りと、はい、まあ、これで別にね、どうということはない、互角の別れのように見えます、はい、しかし、ね、黒が幾分これ損してるんです。あ、そうなんですか。どういうことかと言いますとね、ちょっと戻しましてね、今当て込ん でこうやった時にね、当てを打つ時ですよね、当てを打たないで、はい、黙ってここへ打った方が得なんです。あ、そうなんですか。なんか当てた方が良さそうに見えますが ね、 そうですよね、こちらから打っておけば後からこう跳ねる狙いもあるところなんです。あ、はい、でこれでも白が生きるためにはこう打ってで押さえて押さえてこうなるんですね、はい、で、当てはこちらから打てるんですね。で、まあ、そうそう、ね、なんか先ほどとほとんど、まあ、こう打ったとしてですね、はい、変わらないように見えますが、はい、実戦の形はこれがない形ですね。あ、そうですね。当てを先にもう一回やりますとね、でここで当てを打って押さえたと、はい、いうのは、そうそう、この一目が抜かれています、はい、取られています、はい、で取られた代わりに先ほどの黙って、当てを打たないで押さえた場合にはここに石があるわけなんですね。あ、それは抜かれてるよりも絶対ここの方がいいですよね、これね、ほんのちょっとしたことのように思われると思うんですね、でもこの差は大きいんです。どのぐらいなんでしょうか。単純にこう字の計算だけいたしますとね、ここに羽が、はい、まあ、あるとないの 差ですね、これがない場合には白から後から跳ねられたらこれ押さえると切られちゃいますからね。そうですね、伸びになりまして、はい、これ単純に字だけのことを申しますけどもね、はい、ここまで減るんです。つまり 1,2,3,4 目、あ、はい、これは黒が跳ねてあるのに比べて減ってる、そうそう、ということですね。跳ねてあれば当たりのつなぎという、ここで4目増えるわけですね、はい、それから白地が、ここへ跳ねたことによってとりあえず1目はここが1目減ってます、はい、だから1目こうポンと抜かれてないんですから、合計しますと白地が2目違うんですか。当てを打たなかった場合には白地が2目減って、はい、黒地が4目増えたということはプラスマイナスで何目になりますか。あ、6目でしょうか。6目ですね、6目というともう込み大きいですね、込み分以上吹っ飛んだと、はい、5目半の込み以上のね、あ、これは小さいことのようですけれども、そういうのが積もるとですね、大変ですね、大変なことになるんですね、はい、でただで6目損しちゃった。しかもそれだけじゃないんですね。あ、はい、他にはこの羽があるとないとで、まあ、こう跳ねる寄せもありますし、将来まあ何か、こちらの方で白が入る場合にですね、はい、こういう挟みつける狙いも、あ、はい、出てくるわけです。この羽があれば挟みつけてもこう打って何でもないですけどもね、これがない場合だと挟みつけて取りに行くなら下がりですけれども、はい、まあ、これは今すぐはありませんがね、例えばこういう手がこんな風にこう何かの具合でこう荒らすような、ああ、狙いも残るんですね、はい、ですから単なる6目以上の損ということで、これちょっと気がつきづらいですね、これが悪手というのは。こういう時は当ててはいけない、なんか似たような場合で当てた方がいいっていうのがあるので混同してしまうケースがあるんですけれども、この一見のところに三々に入ってこの中で生きようという場合には黙って押さえて、このように生かして、そして当てを利かしてかけつぐ、はい、これがいい打ち方なんですね、これはですねアマチュア初段の方同士の実戦なんですがね、はい、ここへ黒が三連星から一間バサミ、まあ、よくね、はい、打たれる手ですよね。ここで白が両掛かりでこすんで三々に入ると、はい、まあ、よく見かける進行ではあるんですね、ここまではね。さあここでですね、まあ、黒としては一番いい手はこう黙って飛んでですね、はい、こう連絡させるのがいいんですけれどもね、自然な感じですよね。そうそう、実戦はここへ割り込みました。あ、どうもねここへ打ちたくなる方というのは、
有段者の方でも結構いらっしゃるようですね。そうですね。これはどういうふうに悪い点があるんでしょうか。これはね、この実戦こう打ってこうなってつなぎになってですね、はい、この断点があるんでそう白がつない、それからこう打ったんですけれどもね、はい、この交換はない方がいい。なぜかと言いますとね、黙ってここへ飛んでいれば、はい、この形はですね、まあ、将来こういう手が狙えるんです。はい、これはつながせて渡ろう、まあ、あまり早い時期に打つとね、よくない場合もありますけど、狙いとしてはこれ相当厳しい狙いなんです。ここへこう入りましてね、はい、でもし白が跳ねればここへ切りまして、はい、これは取れちゃって、ね、取れますからね。まあ、白生きるんでしょうけども、中で生きるんでも小さいですよね、はい、で、白としてはここでこうぶつかりまして、まあ、こういくんですけども、これもこう引きまして、あ、もう無理して切らないでいいんですね。まあ、切ると下切られましてね、はい、ちょっとこれが取られてしまいますんで、はい、こう伸びて、まあ、周囲の黒が強くなればこのように打ってですね、この白全体を狙うというのが楽しみなんですね。はい、厳しいですね。でこの覗きに対してもしこっちから押さえる手はないですからね、こうこれで切られてしまいますからね、はい、という狙いがあるところをここへ割り込んで、その狙いを消してしまったと。あ、味消しですね。これは、そうなんですね。そういう、そんな手、ここへ打たれる方がとても多いのでね、はい、よく見かけるんです。しかもですね、今この碁は、まあ、相手の初段の方もここへ打たれて、こうなったんですけれどもね、はい、白からもっといい手があるんです。あ、はい、この割り込んでつないだのは次に、まあ、この断点を狙おうと、いうことなんですけれどもね、ですからそこ守ったんですが、はい、ここをですね、守り方も工夫してここへ下がるというのがうまい手なんです。守ったうちに入るんでしょうか。これ次にまあ渡りますよというんですね。で、まあ、黒がこう押さえたら、はい、これだけでこの断点を防いでるんです。それでこう頭を出すことができるんです。あ、これは切って、そこへ切ってもですね、こう繋いでていいんですね。はい、あ、繋いでしまうんですね。これとこれがないとこの2目がこう打たれて取られてしまいますが、はいはい、先に下がりと押さえ、これを打っておきますと、切ってきても繋いでこう打ってもここへ押さえておけば、黒が2手、白が3手で、これはね、はい、1手勝っていますのでね、このようなうまい手がありましてね、下がりを打ってここへ打つと、はい、より厳しいわけですね。そうですね。そうしますとここがつながらなくなってしまうと、はい、黒がこの石が孤立して苦しい戦いになるんですからね、この割り込みは打ってはいけない手なんですね。危ない手なんですね。そうなんですね。黙ってここへ一間飛びがいいということなんですね、はい。これはアマチュア2段の方の実戦なんですけどね、はい、白が黒の3連星に入りました、はい、でコスミツケですね。あ、よくある攻め方ですが、そうですね、3連星の時にはコスミツケて一間というのが、まあ、いい打ち方なんですかね、はい、この碁は厳しくこれを省略してこちらへ打ちました。あ、まあ、これが穏やかでね、で、まあ、こうなって、まあ、鉄柱なら桂馬すると、はい、こんな進行なら穏やかなんですけれども、すぐに詰めました。はい、でこの時にね、白はただ飛んでるとどんどんこう黒にね、はい、地を設けられてしまう。そうですね、一方的に攻められて、そうこれでは面白くないので、そこでこうつけたんです。はい、これはとてもいい手なんですね。さばきはつけという格言がありましてね、はい、こういう場合のさばきの手筋です。で黒がこう打ちまして、はい、何でしょうか。でまあここで黒がまた張ったんですね、はい、さてこの局面です。ここがポイントなんですけれども、ここで実戦はですね、これだけ打ちましたからもうこれも引かしてしまえと、はい、とこういうことになったんです。これまだ白先生収まってないんでしょうか。そうですね、まあ一応これがプラスになりそうですけれども、
おまだこういうのぞきもありますしね、ここ二目の頭こう叩く手もありますしね、はい、こう白が伸びればこののぞきが厳しいですし、はい、またこちらへ打てば今度こちらから跳ねられて黒地が大きくなる。なんか白あのツケはいい手だっておっしゃったんですけど、うん、その割にはあんまり良くないみたいですね。ここへね跳ねて当てるというのはつい打ってしまいがちな手ですけれども、はい、この場合はもっといい手があります。ここへつけたということはですね、黒が張ってきたらここへ切ると、あ、この切りがいい手なんです。はい、この白取られてしまいそうなんですが、こう打たれましたらね、一つ逃げておくんですね。二目にして捨てよという格言がありますね、はい。まあほとんどの場合この三線の石が当たりになったら一つ逃げるといいことがあります、はい。これはこちらでしょうか、はい。でここへ当たりを打ちまして、はい、そして、まあ、この当たりが打てたことによってここがしっかりしまして、さらに今度ここへ押さえることができる。これが先手になるんですね。そうなんですね。でこの当たりも打てる、はい、でここへ駆け継ぎと、はい、こうなりますとこの白はもう十分のさばきですね。随分違うんですね。まあこういう手はありますけれども、もう枠を守っていて、はい、大丈夫なんですね。こう来ても、はい、ここにも白石がすでに打ってありますからね。こちらへ来て黒地も大きく減らしていますし、中央へも頭が出ていると、ということでもう白も十分な進行になりますね、はい。でまたこう切ってくる手もね、あ、皆さん主張関係がまあ黒が将来良くなったとしてできてもですね、これはあの今は主張で取れますけどね、主張でなくてもこう打って、はい、当てて、仮に黒が主張関係がまあのかこの辺にこうあるとしますね、良くなってもここへかける手があるんです。で取れてるんですか、こうやって当たりをしても出られないですね。ということですから切りも心配いらないと、はい、こういうわけで非常にこの白の形がいい形なんですね。で、戻しますと、先ほどの実戦はこう打ってこのように決めてしまいました。こう先に決めてしまいますと今から切っても、はい、今度はこういうふうには打ってくれないです。このようには打ってくれないです。あ、反対側から当てられて取られてしまうんですね。そうそう、ここの黒が強くなってしまいましたから、こちらから当てられてこう打ってもこれで取られてしまう、はい。ところが何もない状態ですと、うん、切られた時にこう当てるのは危ないですね。そうですね。こんなことをやるとまあこうですか、はい、ね、こう打って当たりと来られてこれが取られてしまう、はい、ね、ちょうど今主張ですからね。そうですね、ですからこちらから当てるわけにはいかないので、やむを得ず上からこうどんどん行くよりしょうがなくなってくる、はい。じゃあタイミングよくこう利かしを打つということですね。そうなんですね、タイミングが大事なんです、はい。つい跳ねたり、それから先にねここも打ちたくなりますけれども、これも味消しになってしまう、はい。いろいろ狙いがあるところですから、まず切りを打った方がいい、うん、はい。で、先ほどの結果はまあ、あの白が見事なさばきでしたよね。そうですね、じゃあ黒としては、はい、ね、この実戦はこう打って、まあ、白が間違えたのでうまくいきましたけれども、黒としてはねこう打たないで先に一つ、あ、そうなんですか、ね、ここへ打っておいて、はい、それからこの断点、やはりここを切られますと、いろいろ利きが生じますのでここへつないでおいて、で白もこの出切りを防いでこう飛ぶと、はい、まあ、こんな進行が双方ね、まあ、それこう飛びですか、最善の進行ということが言えるんですけれどね。なかなかここに継ぐっていうのは黒の方も気がつけづらいですね。ですね、でも黒も先にちょっとこれは疑問の手なんですけれども、はい、後からこの悪い手を打った方が結局、損をしてしまったということですけどね、はい、この切りから締め付けるという筋もですね、はい、頭に入れていただけますと応用が効く形なんですね。そうですね。それではこれから鮮やかな手筋をテーマにした練習問題を考えてまいりましょう。はい、これで4台
あるんですね。そうですね、いずれも白の番です。はい、でこう攻め合いの問題が多いんですけどね。まずこの左上のこの形から考えてみましょう。で今、この白があと 1,2,3 手で取られますね。はい、なんとかこの、そうですね、この黒を取りたいんです。じゃあどう打ちますかというところなんですが、はい、詰めて、順番に詰めていくとどうなんでしょうか。これでよければ楽なんですかね。こう打たれまして、はい、まあ、順番に詰めていくと、まあ、先に当たりになりますから。そうですね、これは取られてしまいますね。はい、で、まあ、こちらから打っても同じことですよね。そうですね。でこういう時にですね、白としては、はい、なるべくこの自分のですね手を詰めないようにする。はい、でもう決まりきった当たりのようなところはなるべく最後まで、取っておく。つまりこういう手は必ず受けてくれるわけです。で一番いいタイミングで打てばいいんです。あ、はい、でそれがこの攻め合いの手筋なんですね。じゃあどう打てばいいかというとですね、一番こう黒に対して響かないような感じなんですが、はい、ここへ下がる手が正解なんです。詰めてないように見えるんですけども、まあ、これもまあ外から行くんでしょうね。こちらですか。はい、攻め合いになりましたらなるべく黒としても自分の手が詰まらないように外から行った方がまあ良さそうなんですかね。はい、さあここで、まあ、次の手がまた問題なんですね。これもここでこう打ってしまうと、はい、こう打ちますと一瞬入れなそうなんですけども、ここは入れないけど外から詰められて逃げてもポンと取られてしまいます。ダメなんですね。はい、そこでですね、正解はこう打ってこう打ったら先にこう跳ねると、はい、今ならこう打つよりしょうがないですね。あ、今ここへ詰めたのではこれで渡られてしまいますから、こうですか。はい、そこでここが一番いいタイミング、黒が詰まってきました、そこで出ると。あ、告げなくなってるんですね。つなぐとこれでトンと、はい、いうことになるんです。で先ほどちょっと原さんが、やりかけましたけどね、ここでこちらから打ってくれるのはもっと楽なんですね。はい、ここへ出てこれで打って勝ちということで、はい、この大事なところはね、この出を最後まで打たない、一番最後に打つというところがポイントなんですね。はい、それでは今度はこの問題です。右辺が黒字のように見えますよね。そうですね、この白の2子はもうここへ切りましても取られてしまうというところなんですが、はい、ここでね、白から妙手があるんです。うん、ここのあたりのちょっと黒弱みがあると思うんですけども、当ててしまって手数が伸びるっていうことは、そうなんですね。そう当ててしまうとここへつながれてこう切ってもですね、やはりこれで当たりで、はい、ダメなんですね。はい、でいずれこの切りを狙うんですが、ここでも正解はいろいろなこの味を残すんですね。むやみに当てないで、はい、黙ってここへ下がるのがこの場合の、これはまあ妙手の部類に入りますね。あ、これはどういうことかと言いますとね、黒がもしここへ詰めてくれば、はい、これまあ切ったら取られますけれども、こう当ててこちらで、あ、そうですよね、取られてしまうんですね。この石が取られてしまいます。はい、ですからここへは打てない。はい、で黒がつなげばですね、今度はここへ当てないで、はい、この下がりが来たということはこの放り込みを狙ってるんです。で取るしかないですが、で当てて、はい、これはもうダメなんですね。こうなって全部取られてしまうということは、はい、下がられると黒は何かこうかこうかね、守らなきゃならないという、はい、こうは打てませんからこう守る。そうするとそこで切ると、あ、3手になってますよね。そうですね、こう打ったことによって手数が1手伸びた、黒の方は2手ですから、はい、これでこの黒の2子を取って隅もね取れそうですから、大変なりが、ね、これは妙手です。はい、はい、それでは今度はこちらですか。この問題に参りましょうね。これはですね、いよいよ煮詰まってますね、この白が。あと3手で取られますよね。そうですね、黒の方ずいぶんいっぱい空いてるように見えるんですけども、そうそう、これはやや難問ですね。やや今までの問題より難しそうなんです。今までのことから言ってこういう手は
ダメそうですね、自分を詰めるのでね、はい、こういうことをやってますともう2手しかありませんから、こんなこと、まあ、跳ねてもそう押さえててもいいですしね、これでも大丈夫ですね、これでも石を押さえててもいいし、はい、まあ、とても勝てません。自分のダメが詰まるような手は、まあ、一番最後のいいタイミングで打つと、はい、で、よくこう放り込んでダメを詰めるというのがありますけども、それも取られてね、それも手筋ではあるんですけれども、こうつながれてみると黒が 1,2,3 手、白が 2手になってしまいました。ということでね、これもうまくいかない、はい、そこでね、正解はここへ跳ねるんですね、この場合は。あ、先ほどなんか下がるような手、下がりを抑えられてどうもうまくいかないんです。ダメなんですか。でここへ跳ねる、はい、とどうしますか。普通だと抑えたいですが、そうなんですね、抑えますでしょ、抑えてそこで掘り込むんです、先ほどの筋、はい、つげないですね、これはつげないですね、つなぐとこれでどんと取られますから、はい、黒は取ることになる。そこでこう当てますと、あ、黒がつなぐとないです、ね、うん、全部まとめて取られてしまう、はい、まあ、黒はこう取って、この3目を取られるということになりますが、随分でもこの白が助かったんですから大変ですよ ね、 で、まあ、黒はもう一つ抵抗の手段がありまして、はい、ここへ跳ねた時に変な手ですけど、ここへ打つのが一番、まあ、黒も頑張った手なんです。あ、でこう、まあ、こう打ってね、はい、渡れそうですが、ここへ放り込んで、こうですか、このこう争いというのが正解なんですね、もしあのこうになるのが嫌でしたら、こう打ってもですか、ね、あ、そうなんですか、ね、それでここへ打つと詰めます。これは何でしょう、まあ、つないで、これは、あ、石ですか。石にすることもできます、石またはこうと。どちらにしてもこう取られてたように見えた石が生還するとね、そういうことなんですね。この羽が、これも妙手の部類です。はい、それではもう一つ、これも面白い、これも黒字になってしまいそうですけど、そうなんですね、これなどはもうね、こう当ててもつながれて、はいはい、ダメだなと、もう実戦では諦めてしまいそうなところなんですが、はい、これもですね、この当てをいいタイミングで打つ、でこの辺りが全部詰まってるんですね、このようにダメ詰まりの時には何かあるなというふうに感じるようになると、いい手が浮かぶことが多いんです。でまずね、これ一つ切ってみますね。はい、抱えてすぐ取られてしまいそうですよ。これ自身は取られるんです、もうこの当てはなかなかまだ打たないんですね。ちょっと放り込みまして、はい、でこう当てまして、はい、なんか何事もなさそうですが、ないようですが、そこでこう打つとこれはどうなってるでしょう。大きくて分かりづらいですけど、ここを取るのは取られてしまうんですよね、はいはい、でここでこちらを取るのは、はい、やはり取られてしまうんですか。取り返されて、あ、面白い、これ取られてしまいますね、ということはこれは取られたんですか。そうそう、打って返し2つ、両打って返しというね、面白い形ですね、鮮やかな手段でね。ただこれも手順が大切なんですね、はい、先にここへ打たなきゃいけない。これ放り込みから打つとどうなんでしょう。打ちますとで、はい、当たりを打って、これでもいいようですが、はい、今度はですね、こう打ってくれるんで、ここへ曲がってくる手がありますね。あ、こちらに打っても取られるだけですよね。そうなんですね、これうまくいかないですね、はい、ということで、まず切りを打ってからここへ放り込むとですね、手が鮮やかな手筋なんですね。こんな手が実戦で打てたらもう面白いですね。嬉しいですよね、はい、それでは最後に、やや難しい問題をね、2つ考えてみたいと思うんです。はい、まずこの右上ですね、はい、この2問は黒の番ということなんですかね、はい、こちらの石とこちらの石が取られてるみたいですよね。そうですね、まあ、こちらはちょっともう助けようがないんですけれども、はい、この黒の塊をどうやったら助けられるかということなんですかね、はい、この3目、あ、4目が取れればいいんですよね。そうですね、ただ当たりとやるとこうつながれて、はい、これでよければ楽なんですけれども ね、 そうですね、つながれてこれも取られて、さあここへ入りたいけれども取られてしまうと、はい、いうことで当たり当たりではうまくいかないんです、はい、そこでその味を残した打ち方、
ここで名詞なんですが、ここへつけるのがうまい手になるんです。あ、なんか特別関係なさそうなんですけど、ね、でこうね三目取られて、何やってるのかというところなんですが、今度はこう当てないで放り込むんですね。あ、はい、で取らせて当てとやりますと、つなぐとですね、よく見るとここで黒が打つと取れるんです、ね、あ、はい、ね、これを何もしないでこの状態で黒がこう打ったら必ず取りますけれども、そうですね、初めにつけたのがうまいタイミングで、はい、取ったらそこで放り込む、はい、他の手としては、まあ、白が一番頑張った手はこれなんですけれども、これだとここへ当てて、はい、つなぐと取られてしまいますから白はこう頑張ると。こうですか。そう、このコウもしかし白取られるとひどいですからね。そうですね、白としてはこのコウにするよりも、まあ、三目取って妥協することになりそうですがね、はい、こう掘り込んで当てがうまい手ということになります。で最後にこれですね、はい、じゃあ一応また当てではダメということを確認、これはねこの黒が取られそうなんですね、はい、で当てるとこれはかなり難問なんですがね、当てるとつがれてこれは取られてダメと、はい、でちょっと強い方になりますと放り込んだらどうかなということをまた考えられると思いますが、それもですねこうなってみますと一手負けですか。この黒が取られれば自然にこちらも取られということになります。はい、それでは正解はということですが、当てられるところはむやみに当てないで黙って下がるというのがうまい手なんです。はい、でもしこうくればですね、そこで放り込む、で取って当てて、これで全部取れます。はい、他にはどうでしょうか。こちらから打つのは、ね、白もこちらから来る方が格好がいいんですね。でこれでどうもダメなように見えるんです、黒が。そうですね、で今はこう打ってもこう打ってもつながれて、はい、これではこの黒が先に取られてしまうんですが、はい、しかしここでまたまた妙手、あ、どこでしょうか。ここでね、ここへ飛ぶのはうまい手なんです。でこう出ますよ、遮ると今なら出てくる。それでこう放り込んで一番いいタイミングでこの当てを打つと、はい、つなぐとトンということになってしまうんですね。微妙なことで全然違う。初めにこれを決めてしまうとね、こちらから来られちゃうんです。後からではね、私こう来ればこうなってこうやればここへ出て、はい、こう打てば二目取れるということですからね。まあ、白としてもこれ一番の頑張りは全ての利きをここで封じて、はい、こうなってこうなってこうってここでこうで頑張る、そうですか、なんていう手がね、一番頑張った手なんですけれどもね、はい、いずれにしてもこの下がりというのは素晴らしい、そうです ね手でしたね。でもとても面白い形が多いですね。そうですね、はい、当てをまず 打たないのがいいことが多かったですよね。そうですね、どうしても相手が必ず受けてくれる当たりというのは打ってしまいがちです、はい、また必ず受けてくれる出る手ですとかね、先手の手ですよね。そう、先手先手つい打ちたくなりますが、はい、そういう味を残して打つと、そうしますとこう道が開けてくるというケースが多いんですね、はい、そうですね、皆さんもこの味を残す打ち方というのをですね、頭に入れていかれますと実戦で大いに役に立つ、で気力がこう飛躍的にアップしていく、はい、いうことですからね。ぜひそういうことを頭に入れて、対局をしていっていただきたいですね。頑張ってください。